こんにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は火曜日、12時35分ですね。先ほどまで中級と上級のレッスンをやりまして、で今ちょっと片付けして、で今日のジュニアの予定を、まあ、ハードワーカーとちょっと話して、でこれから走っていくような感じになります。で今日はまた大阪市内の方に、行かないといけないので、まあ、そんなに慌てることはないんですけども、ちょっとね距離がありますんで、まあ、経費削減、下道で行きたいのでちょっと早めに出て、で今日はどれくらいなんですかね、重要度は結構高いんですけども、あっさり行くパターンかもしれませんので、まあある程度質問事項なんかをまとめておいて、まあちょっと確認をねどんどんしていきたいなと思います。また具体的な内容は皆さんにお話しできるようになったらちゃんとしていくんで、まあ具体的に話を進めていきたいなと思っています。さあということで、これから走っていきます。今日も天気は抜群にいいですね。ちょっと今日から寒くなるなって言われてたんですけども、めちゃくちゃ天気いいです。で朝もちょっと昨日一昨日よりはあひんやりしてるなと思ったんですけども、まあ、やっぱり午後になりにつれて暖かくなってきてるんで、あんまり気になるひんやりではなかったということですね。で今日もキリさんが朝7時ぐらいに現れてランニングに行きました。2日間ねランニング続いています。で私も今走ってますね。でレッスン、今ハードワーカーがこれから午後のレッスンをやるんですけども、その後多分また走ったりするんじゃないかなと思います。最近ですね、とにかく毎日同じ日の繰り返しで、何か変わったことないかなと思いきや、まあいろいろ取り組んでることはあるんですけども、その取り組みもやっぱり時間がねかかるんで、もっとこういうふうに進めたいなと思ってもなかなか前に本当に1ミリの気持ちでやっていかないといけないんで、まあじわじわねちょっと進めていきたいなと思います。最近これすごいなと思うのは、あのブレイキングダウンっていう朝倉未来がやってる、オーディションね、あれ12時間ぐらいで400万視聴回数とかいくんで、相当みんなこう楽しみに見てるんやなというのがすぐ分かりますよね。出てすぐもう300万400万いくんで、やっぱ見ててもねなんかちょっと面白いんですよね。あれよく考えたな、ああやってこうストーリー性を作って番組にしていくというね、まあ、他でもオリラジアカデミーといってね、オリラジがこれから YouTube で教育番組をやると、でその、キャスティングについてもしっかり動画を回して集めていくということから入っていったり、だからやっぱストーリーが大事で、その他の番組でも結構その番組が成立するまでに至る内容ですね、動画配信したり、だからやっぱこうスポーツ選手のスポンサーもストーリー性を作った場合、やっぱ日々のいろんな活動を動画にまとめて配信するということは
大事なんじゃないかなと思うんですよね。ですからやっぱコツコツやっていかないとダメですよね。バズってからではもう行動するのが遅いんで、いろんな行動する中でバズってくると、でバズった時に、まあ、どういった感じで動いていくかっていうのを決めていかないといけないので、やっぱり日々のこういう細かな、いつか花が咲くだろうと、咲かないかもしれないですけどね、でもやっぱこうやって継続していることが力になったりすることもあるんで、まあ、それを信じて、まあ、ラントークもやっていきたいなと思います。ちょっと角度が甘い、これ角度がしんどいんですかね。なんか日に日にちょっとこう腕がだるくなってきました。今日はだからブレイキングダウンのオーディションの番組をちょっと YouTube で見て、でそこにキリさんが入ってきたんで、これ見てみろみたいな、こんな面白いのあるんかってちょっと紹介して、でキリさんもなんか見入ってましたけども、初めて見る人もなんか面白いんですよね。でそれを見て、でその後なんていう番組だったか忘れたんですけども、NTT コミュニケーションズの代表の丸岡さんだったかな、また西尾さん、こんにちは。もう今日はウォーキングじゃなくて自転車でバックに向かって1時からのレッスンを楽しんでもらうという感じになってますね。 NTT コミュニケーションズの丸岡さんと、それから、まあ、私がよく、動画を配信している、配信者動画の配信を見ている成田雄介さんの対談がありまして、まあ、これからデータが社会を作っていくとかね、なんかそんな話をしてましたね。でももうそうなってますよね。実際データとかアルゴリズムによって我々は誘導されてるみたいなこともありますし、やっぱこうデータをもとにいろんな政策もそうですけども、まあ経営も全てが成り立ってくると、まあ、それによって方向性が決まってくるという話をとにかくしてました。だから NTT コミュニケーションズもドコモビジネスねやってるんで、ドコモグループなんで、ドコモの中でまあ、いろんな、まあ、社会、教育、医療、そんな関係のものをどんどんこれからやっていくという、でそのもとはデータとかアルゴリズムによって、作っていくというような話をねしていました。特に成田さんは教育関係が強いんですよね。まあ、結局やっぱこう研究するためのデータを収集して、そのデータをもとにその教育が実際に今後役に立っていくのか、教育の政策がそれがいいのかどうか、なんかそんなことを研究されてるんで、で今文科省ですかね、政府の方もギガ教育みたいな感じのことをやっていて、でパソコンをですね、まあそのある数名に何百人という生徒に渡してトライアルでやってると思うんですけども、まあ、今後どういった教育が、合うのかどうかを検証しているという話をしていました。でそうなってくると、もうとにかくそのデータをどん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 収集していきますので、まあ、普段どんな、例えば授業を自分でこう視聴しているのかとか、あとどういった方々とアクセスしてコミュニティを作って会話しているのかとか、まあ、そういったデータがですね全部取れてくると、でそうすることによって今子どもたちが抱えている課題が見えてくる、まあ、そんな話をですねずっとやってたと。ほんならまあある、
まあ、コミュニティの中でいろんなことが進んでしまいますので、まあ、固定概念じゃないですけども、その小さなコミュニティの中でしかことが進まないというか、ですから視野が狭くなるという可能性もありますし、そんなデータ全部取られたら困るっていうプライバシーの侵害みたいなことをね言う人もいると思うんですけども、でも実際今もガーファムがやっぱり世の中仕切ってるというか、日本は仕切ってるんで、アマゾンにしろアップルにしろ、買い物するたびに何か注文するたびに全部データ取られてますよね。でもそれには目がいかないんですよね。もう実際データで全てもうアルゴリズム組まれて、いろんな情報が勝手に流れ込んでくるというね、まあ、そういう風になってるんで、もうプライバシーの侵害とか言ってる場合じゃなくて、もうすでに始まってるんで、ですから Facebook もそうですし、 Apple、Amazon、 まあそういうね全てが、まあ、Google なんか特にそうなんですけども、全てもデータ化されてて、個人の情報も何もないっていうね。だから、まあ、そういうふうにデータを使い出すと、あとはどうやって活用するかいうところに焦点が当たるんで、まあ、これからねデータ化社会がますます進んでくるなあいう話をしてました。スポーツもデータですかね、やっぱり野球とか特にねそういうの結構あるみたいなんで、まあチームプレーはデータで解析とか分析できるんですかね、まあ、テニスも一部、まあ、文字みたいな解析ソフトがあるんで、まあ、それによって、選手のね育成とか強化ができるというところまでは分かってるんですけども、実際それを使ってやるとなるとなかなか難しいなと。個人用に文字を開発していかないといけないので、文字もやっぱ固定用なんですね。固定なんで、持ち運びできる簡易的なアプリケーションがあればそれもいいと思うんですけども、ワークの場合は今それを手動というか手書きでやってもらってます。でここは保護者の見た感想と実際のデータ、これは結構細かいデータですよね。まあ手動というか手書きなんですけども、かなりレベルの高いところまでデータが収集されますんで、まあ、そのプレシートを見て課題についてとにかく取り組めるんで、まあ、そういう意味では、データ教育できてるんじゃないかなというふうに思います。だから皆さんも一回試合の時ねデータ取ってみたら分かると思うんですよ。例えばどんなミスが多くてゲームの展開はどうなってんのか、まあ、それによってメンタルやマインドの部分もはっきりしてきますし、まあ、もちろん課題がね明確になりますんで、なんとなく感覚だけで物事を捉えるんじゃなくて、感覚プラスデータを見て、で練習のメニューを決めていけば、まあ、少しずつ試合には勝てるんじゃないかなと思うんですよね。まあこれはもうジュニアも我々もそうなんですけど、やっぱこうボンミスをまずなくすことから始めていかないといけませんね。で特にネットミス、これは痛恨なんで、できるだけネットミスをしないと、まあ、一番やってはいけないミスはサービスのダブルフォルト、これは一番やってはいけません。で次に、まあ、あらゆるショットのネットミス、これをなくしていく。でその次に、サイドアウト、そしてバックアウトで、サイドアウトバックアウトもまずは1メートル以上のやつをなくしていく。そこから30センチ以内
のアウトはやっぱりこうせめぎ合いなんで多少やっぱミスはあると思うんですよ。ただそのミスをした時に大事なのはその時の心理というか感情がどうやったかということを前も、名前また忘れましたけどある先生が言ってた再評価ね、まあ、その時起きた時の感情とかそれから行動とかそういったところを見ればなんでミスたかいうのが分かってくるんで、まあ、それをしっかりね、まあ、分析して試合に取り組めるようになってくれば1回戦よりも2回戦2回戦にも3回戦ただやっぱ対戦相手がいるんで対戦相手のそういうデータもねやっぱこれからは、こう見比べてやらないといけないなと思うんですよね。だからトップ選手なんかもう毎回同じ相手に当たったりするんでお互いデータの取り合いというか、まあ、そういうことになってるんじゃないかなと思うんですよね。さあ今日もパワースポット来ました。最高です。今日は、これからね、サーキットトレーニングした後に、大阪市内に向けて出発して一応4時のアポなんで時間はあるんですけどもまあ何があるかわからないんで早めに着いといてちょっと頭の整理もしないといけないんで、で4時は大阪市の、環境に関わるセクションの人に会います。でここの人たちは結構まあサバサバしてるというかシビアらしいんでまあはっきりしてるということもいいことかもしれないんですけどもちょっと覚悟して行ってくださいねみたいな感じだったんで今日は撃沈しないように頑張りたいなと思います。で今日も、維新の会の東先生東さんあれ先生って言ったらダメなんですよね今大阪はなんか東議員とかまあ東さんやな東さんと一緒にね、ちょっとそこの環境庁というか環境のセクションにぶっ込んでいきたいなと思います。なんとかね今考えてることが実現できるようにしつこくしつこくいろいろ動いていきたいなと思います。ちょっと風が出てきたな。またなんかここの芝生でひょっとしたらイベントがあるかもしれませんね。なんやろこの柵は。で今ハードワーカーもなんて言ったらラジオなんとかラジオで喋りかけて走ってるみたいですね。でキリさんはなんか彼女と電話しながら走ってるみたいな感じでちょっと乱トークが流行りつつありますね。ちょっと一回どんなんか聞いてみたいですよね。何喋ってんのか聞いてみよう。あのなんていうやつかよしよっしゃ今日も無事にランニングが終われそうです。でしっかりね日焼け止めも塗りましたんで思い切ってこの日差しを受けて走ることができています。よしで今日はあのインボディの測定日だったですね。全く変わらずです。何にも数値が同じやつもう一枚出したんちゃうかっていうぐらい全く変わらなかったんでちょっと予想が当たりましたね。ちょっと我慢しきれずに最近ねあの柿の種の梅バージョンのあのザラザラしたやつがあるんですよ。
あれがめっちゃうまいんで、なんかつい買って食べてしまうというね、ちょっとこうストイックになれない自分がいるんですけども、あれを食べながら、相棒を見たり、なんか最近面白いドラマ3つぐらいあって、アトムの効果、今ゲストの方が駐車場で車止めてたんでちょっと待機しました。エレベーターで一緒になるのはちょっとね、まだ気まずいというか恥ずかしいというか、あとなんかあの清原なんとかっていう女の子が出てる霊媒師の話、あれも結構面白いと思うんですよね。だからそういうのを見てます。だから今特にドラマは相棒と、それからアトムの子と、その霊媒師のやつと3つか、それに加えてサンドイッチマンの芦田愛菜の博士ちゃん、この4つですね見てます。なんかあのドラマもこうじれったりとか、なんかイライラするのが嫌なんで、常にハッピーエンドで終わるようなドラマを見たいなと思ってるんですよね。そうじゃなかったらなんかイライラして腹立ってくるんですよ。で昨日も録画していたアトムの子を見たんですけども、一瞬なんでこいつそんなこと言うねんと思いながら見てたんですけども、最終的には、昨日の段階ではハッピーエンドで終われたんで気持ちよく、寝ることができました。で今日は多分ですね、あのだいぶ時間がかかるかもしれないんで、夕方のジュニアの練習に戻ってこれないかもしれません。ちょっと東さんにはちょっとお世話になってるんで、ちょっとまあ一緒にピチャピチャ喋りたいなというふうに思ってるんで、ひょっとしたら今日は戻れないかもしれませんね。ということでこれから、サーキットトレーニングして、でちょっとシャワー浴びて着替えて、で大阪市内に向けて出発していきたいなと思います。でこれからあと 2,3 分でレッスンが始まりますね。感じでこれからサーキットトレーニングしたいと思います。